く寝れました。まあ、まあ、大丈夫です。今日多分よく寝れないと思う。なんで？でも、まあ、いやいや、でも素敵な会場で良かったです。あ、なんか雰囲気も確かにバロックに合ってる感じが、うん、頑張ってやりたい。はい、はい、よろしくお願いします。山口さん、あ、今連日朝早くから大変でしたね。でも楽しいですよね、毎日ね、はい、あ、それは本当にそうやね。ね、なんか皆さんも大変だと思うんだけど、本当お祭り感が、お祭りでもうなんかテンション高く、なんとか、ね、どこのグループ行っても皆さんテンション高い。あ、なるほどね。なんか本当文化祭、ね、学生に戻ったよ。本当に本当に、うん、それも大阪クラシックの醍醐味です ね。これから超境目で、ね、はい、今度後半戦だけどますます ね盛り上がっていきますね。はい、ね、はい、よろしくお願いします。急に楽しくなってきましたね。はい、なぜかわかんないですけど楽しいと思って。最近ちょっと緊張しなくなったんですけど、今日はやっぱり昨日から下痢続きですね。ありがとうございます。来た来た来た、おいで、絶対いらっしゃる、よろしくお願いします。ありがとうございます。行きます。ついてます。京都市の芸大と、京都芸大、はい、大阪音大と芸大、はい、あと大阪教育大、京都教育大と芸大から大阪教育大の大阪教育大、京都芸大と、はい、京都芸大と大阪音大が、まあ、メインです。大阪教育大学と、それから京都教育大、教育大学、はい、それから大阪教育大、以上です。大阪音大、大阪音大コントラっていうのは反対っていうので、コントラでバスからバイトハンド弾くよと、うん、でその次だビオラが最初、ビオラはもうあのギリシャ人ゼウスを使ってますから、あ、そうで、ビオラっていうのはバイオレットが来てます、シミデーの、あ、そうそう、だからビオラは6000年 BC6000 年前、
バイオリン回ってきたのは